ありがとうございました。3位でした。3位だった。はい、だって負けた。誰と間違えてんだろ私。多分でもなかなか僕でもですけど、フリーに関しては珍しい戦だったんですよね。うん、はい、俺がそこにやられちゃったと思う。卓球の人の打ち方だよね。はい、カットマンだったんじゃないかな。はい、結構カットマン好きなんだ。すみません、失礼しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、すみません。よかった。ずっと勘違いしてた私。今にいる。まあでも、ミックスの話かと思った。でも、2週くらい前だったらいいよ、一人でやってる。それがさ、4月のなんたらとかさ、もうその日になって来なかったり、予定入れてたら終わりじゃん。そうそうそう。あれ近くに人だったらすぐおいでって言えるけどさ、遠いからさ、始まってるおいでって言ったってね、その時間分かるみたいからね。あれ、俺なずっとそこにずっと予定増えてた。あ、よかった。3月10日って土曜日って書いてあって日曜日だけど、なあれどっちかな。すいません、ありがとうございました。お世話になります。お待ちしてます。ありがとうございます。全然キュッと。
審判は審判だけど、自分は絶対やらなくて済むからいいじゃない。でも年取るとね、ガンやらないちょっとこう向くのやつもスピードがバーッと動くのが遅い。それはありますよね。でもそれ結構悪いね。悪いんだけどさ、信号がないとさ、足が痛いんだよね。ちょっと自分では気が緩んでるんだよね。その前で攻めない。若いね、若い人ね。
でも所属は違うなとは。いやあバカも。何やってんだ。何やってんですか。あそうですか。練習してください。今日ありがとうございます。いやいや、もう全然僕は、はい、だからここに品川の方ですよね、確か。僕はね、あんまり練習はこっちですか。もうあの、はい、足立とかさ、はい、そっちの方で練習してるので、はい、あの品川はあんまり男の人っていうか、はい、いて、まあなんと練習になるような人は少ないので、はい、そういうところに行かないと。はい、うん、はい、よかったですけど、見てちょっと待ってて、はい、よかったです。